日本国有鉄道士貨物輸送の改善、小口貨物輸送を復活ということでお話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いください。日本国有鉄道誕生第9話、貨物輸送の改善、小口貨物輸送復活。昭和25年からは貨物輸送についてもサービス改善が図られ、小口貨物輸送専用列車が汐留から梅田間および吹田から門司間に設定され、汐留から門司間で65時間から43時間に大幅に改善されました。改善の動機は、ドッジラインによる縮小形態で貨物輸送が減少したことと、トラック輸送や船舶輸送の復旧が進み、サービス改善に迫られたことも原因としてありました。その後、朝鮮特需で需要は伸びたものの、ピークを過ぎると貨車の有休が目立つようになってきました。そこで国鉄では、サービスアップと貨車の有効活用を図るために、昭和27年9月から小口貨物の速達輸送を図るために、小口扱いのほかに急行小口扱いを新設。貨車にも急行便の文字が書かれた専用貨車が使われました。これは後にコンテナ輸送が本格化するまでは、花形列車として活躍することとなります。この一貫輸送は、翌28年にはさらに拡充され、自動車を活用して都市の小口扱い貨物の特定駅への集約や地方における自動車代行などが実施され、東京都内や名古屋地区、仙石線、八戸線などでは国鉄乗車局が貨車代行輸送を行ったという実績があります。これはタク扱いと呼ばれる制度で、具体的には以下のような内容でした。国鉄線1953年2月号の記事を要約させていただきますと、以下のようになります。昭和28年、国鉄では、今までの駅止め、駅宅、駅への持ち込みですね、が一般的でしたが、これに加えて配達を行う宅扱いが設定されることとなりました。宅扱いの新設。現行の小口貨物の扱い種別は、急行小口扱い及び小口扱いに加え、新しく宅扱いを加える。取扱い範囲、現行の小口扱い貨物と同一とするが、車扱い貨物が流入することは好ましくないので制限を設ける。土、運賃。運賃は、小口貨物扱い貨物の 5% 減とし、重量の刻みも小口扱いと同じく 20kg 刻みで計算する。配達。小口扱いと同じく駅宅、駅止めであるが、着駅及び届け先が自動車線の配置区域にあるもので、利用者が希望する場合は、自動車の車扱い配達料を収受して配達の取り扱いをするというものでした。それでも中距離の200キロから600キロ程度の距離の貨物に関しては、トラック便にそのシェアを徐々に奪えていくこととなり、さらなる改善として国鉄コンテナ輸送が模索されることになるのですが、その辺はまた別の機会にお話をさせていただこうと思います。左の図がそうなんですけども、1936年からね、1959年前の図ということで、まあ、3条が5条はちょっと省略してますけども、昭和25年以降ですね、徐々にですね、もう28年には売買ゲーム的にね、トラックの方が輸送が増えてきて、まあ、当然国鉄の方も増えてはおるんですけど、鉄道輸送も。それでも昭和29年以降はまあこうどんどんとこうね、減らしていってるというね、ところが分かるかと思います。で、かようにですね、国鉄の小口扱い、もしくはコンテナ扱いですね、そういうのがもう模索されていった背景にはですね、トラックによる中長距離輸送というのがね、大きく伸びていたんだという点をね、まず知っていただければななんて思います。こちらのグラフはですね、先ほど見ていただいた表を、グラフ化したものなんですけれども、こう伸び方がね、やっぱりこう昭和25年頃を境にですね、ぐーっと大きくね、伸びていって、で53年ぐらいですねからもう貨物の方はどんどん縮小していて、鉄道貨物の方はね、逆にトラックが増えていってるっていうのはね、理解いただけるかと思います。まだ600キロで東京から大阪間なんですけども、昭和25年27年頃、まだまだ道がこう整備されていない頃からですね、国鉄の貨物輸送をですね、やっぱり小口扱いなんかはね、どんどん侵食していたというところをね、理解していただけるんじゃないかななんて思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。今回は国鉄における小口輸送宅扱い便の復活の話をさせていただきました。次回は湘南電車誕生の話をさせていただきます。ご期待ください。